いや、この間川越に、ラジオ川越の、あのビルあるじゃないですか、マルキューあるじゃないですか。マルキューそう。マルキューですよね。マルキューなのあれ。マルキューです、マルキュー。マルキューって書いてあるんです。そうです。マルキューって書いてあるんですけど、まあ、そのビルに、ちょっと用がありまして。用がありました。そう。悲しそうな顔するのやめてもらっていいですか。まだ何も言ってないんで悲しそうな顔するのやめてもらっていいですか。そう、ちょっと用がありまして、亀屋さんでお菓子もね、そう思ってってね、そう、お挨拶に行ったんですよ、はい、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとうね、やめて、何言っても、なんかそういう感じになるじゃん。それでね、行ったんですよ。行ったら、門谷陽子さんっているんですけど、知ってます？わかんないですか？あーって言ってもらっていいですか？はい、もうテイク2でいいですか？そう、この間行ったんですけど、門谷陽子さんって知ってます？知らない。なんでだよ。正直そう。正直だな。そう、門谷陽子さんがいるんですけど、その方の飼ってるウサギが、スバルくんっていう。おお。そう、俺、それ、スバルくんっていうらしくて、俺もうなんか、テンション高かったら、そこに乗っかれたんですよ。高かったら。そう、高かったら、ね、乗っかれたのにテンション低くて、あ、うちのウサギスバルくんって言うんですよって言われて、あ、そうなんですかって言って終わっちゃったんですね。でも、帰る途中、すごい、もっといい会社あったんじゃないかなと思って。そうですね。そう、普段だったらですよ、普段だったら多分、あ、普段は僕もウサギの格好して仕事してるんですよとか言えたと思うんですよ。今面白くなかったですか？大丈夫ですか？言えたと思う、言えた、そう、言えたと思うんですよ。そう、だからそういうのが全然言えなかったっていうのがすごい、こう、なんていうんですか、こう、次会った時に言ってやろうと思って。いいよ、もういいよ。遅い、遅い、もういいよ。次会った時に何かやってやろうと思って。いや、大丈夫です。そう、いるんですよね。そう、それでその時にね、ご縁くんっていう、ステッカーもらったんですよ、子供に渡してって言われてもらったんですよ。もらって、いい子にプレゼントしますって言ったじゃないですか。そしたら、ラジカワさんの、ところからメッセージが入って、 お子様に配ってくださいって言いましたよねって来たんですよね。あーやばいと思ったんですよ。あーやばいと思って、まあいいかと思って、そんな言う人いないだろうと思って、次の日に母親が来て、いい子ですって来たんですよ。うわーと思って、まさかの自分の母親。あ、そう、俺、あーって言って、いや、それはちょっとね、恥ずかしかったっていう。すごいね。そう、でもあれ可愛いっすよね。あれいいね。そう、だからあれ可愛いからね、ラジカワさんにもね、許可もらってるし、あれなんかね、コラボ商品作りたいなとは思ってて。そう、まだあと最終回まで2話なんですけど、コラボ商品作りたいなっていうのはあるんですね。そう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 、まあそんな感じで、はい、ラジカワさんともね、まあね、いい関係を築いてね、はい、どん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 ね、コラボできるような感じでね、やっていきたいなっていう感じで、はい、タイトルコールいきましょうか。いきましょう。じゃあビンビンさん、いいですか？いきましょう。それともあかねさんにお願いします。大丈夫ですか？あー、ラス2だからあかねさんっすね。ラス2だからあかねさんね。ラスと僕いきます。ラス、なんで俺、じゃああかねさん、いいですか？いいですね。ズッコケジャパンレディア。はい、さようなら。この番組は、アカネンさん、日本一入りにくいリサイクルショップのゆずりやさん、カニネコの幻 TV さん、おごせぐるぐるさん、ズッコケジャパンさん、ノーズッコケジャパンノーライフさん、いつも心に亀とラーメン、ヤーさん、まんじかいさん、ミルキー農園さん、家族食堂別天亭さんの提供でお送りします。坂戸駅北口から徒歩5分、ミュージックバージュークボックスのジュークボックスファブスタジオで収録しております。ということでね、はい、サラリーマンになれない男、鈴鹿すばるです。ビンビン豚のビンビンです。おー、
慣れたもんですよ。慣れたもんですよ。もうなんかすんなりいきましたね。そう。でもめちゃくちゃ今日は良かったですね。良かったっすか。ありがとうございます。めちゃくちゃ。あと2回しかないんでね。めちゃくちゃ良かった。そう。今回まで今回で4回目で25回目で最後なので振り返っていこうかなと思って。振り返りですよ。2クールぐらいですね。約ね。そうですね。2クール。丸2クールだね。丸2クールですよね。2クールなので、はい。じゃあ振り返ってって、まず1話の方から。俺もみんな想像できないと思うんですけど、昨日の昼に振り返りをやろうって話になって、そこから全話見てるんですよ。まあ今 YouTube に上がってる20話。20話だから、その 20×30分で、10時間10時間見させてもらって、はい、ってことでね、はい、1話からね、僕の気になったテーマ、はい、はい、ビンビンさんとおさらいしていこうかなと思って、1話でね、一番気になった点はね、あのズッコケジャパンがなんで8のつく日にそうだった、そう、なんで8のつく日にズッコケファーストパスなのかっていう話になった時に、配信多分ね、インスタの配信残ってたら分かるんですけど、2人ともいきなり8だねって言ったんですよね。8だねって言って、で、なんで8なのかって話になった時にビンビンさんなんて言ったか覚えてます？だって俺だってそうだと思ってそうだ、なんでしたっけ、え、なんでしたっけ、ジャパンのパ意味がわかんないですか、意味がわかんないズッコケジャパンでジャパンのパで8のつく日にサービスって、そうで、俺それなんか人に対してへえってなって、あの8が転んで無限になるからズッコケで無限になるからズッコケジャパンの8の日なのかと思ってたって言って、あの瞬間だから、あのインスタの配信見た人からすると多分伝わってないと思うんですけど、同時に8って言ったから同じ考えだと思ったと思うんですよ。全く違うところで引っかかってるんですよね。びっくりしちゃって、あれ1話で一番引っかかりましたね。いや、そうだ、ね、いやあれすごかったですね。まだ俺パだと思う。意味がわかんないんだよね。ビンビン のステッカーのあれじゃないのとかも言ったんだけど、ずっこいじゃパーのパなんですよね。本当ちゃんと見てるね。そう、ちゃんと見てるんですよ。今確認したら、あの僕すごい若かった。なんか若かったね。びっくりした。3年前ぐらい。そうすげえ、あのこの何ヶ月かで何があったっていうぐらい全然違う顔なんですよ。本当びっくりする。あ、本当見返してほしいですね。そうで、2話の方がね、ポエム、僕がポエム言ったあれでね、代表作のところで、あの飛ぶっていうね、代表作はねってあれなんだっけっていう最悪のあれはね、あの顔あれはマジで真っ白になったんですよね。そうで、まさかの2話にしてビンビンさんのラーメン屋さんになったきっかけを話してるんですね。そう、2話なんですよ。2話かあれ、2話で話してるんですよ。もっと多く後だと思ったんですよね。俺もっと後だと思ったんですけど、で、桜木町か、そう、桜木町のそう、例のあの桜木町の迷子事件ですね。迷子事件、そう、これまあ擦ってますからね、最新話で擦ってますからね。びっくりしたっすね。で、3話から教えてビンビンが始まって、3話からかな、もうちょっと、まあ3話からだと思うんですけど、手もみ麺の話になって、で、僕がお、大将ムキムキだねって言ったのっていうのがあったっていう話なんですけど、誰にも言わない、多分ね、誰にも心にも残ってないんですけど、あれ見てた時にあ、もう頑張ったんだなと思って、そう、自分の中でちょっとエモくなったっていう。もうトントンいきますけど、4話目がレードルテストの話です。あ、俺だ、ビンビンさんのレードルテストが受からなくて全然分かんない。そう、はかりが壊れてた。いやーね、あれ良かったですよね。そう、あと
4話であのずっこけジャパンのお悩み相談で、ずっこけジャパンの皆様は仲いいんですかって話した時に、そんなに仲良くないっていうことなんですよね。そう、やりたい人がやるみたいな、そうやりたい人たちでやるグループで、一旦ここに集まって、その中でコツコツみんなでやりたい人たちが集まって、じゃあこのイベントやろうか、このグループの中全員が動けなくてもやりたい人たちがやろうみたいな感じで言ってたっていう。そう、それが4話ですね。あと茜さんが来て、僕が茜さんのことをマイクって言ったのと、あのそれそこだっけ。そう、4話。早いね。そう、あのマイクしまおうかっつって茜さんの頭を触ったのが4話。そんな前だったっけ。そう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 。で5話がまあ、あの最後のなんっけ、お悩み相談で、うん、飲み会の話の時。ああ、そう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 。だからクズと飲むのが一番面白いって話をした時です。大学生ね。そう、大学、女子大学生が選ぶ一緒に飲んだら一番楽しい人ランキングで1位がクズと飲むっていうね。クズ飲みが一番面白いっていうね。そうで、6話がカステラの裏切りの話ですね。そう、和菓子か洋菓子か。そう、カステラが和菓子か洋菓子かの話になった時に、カステラは洋菓子なのにも、洋菓子だったくせに和菓子のふりをしてるって話をしてるんですね。あとカッパが、そう、カッパの話、あの秩父で、ね、キュウリが取れないって猫屋が言って、そんなわけないだろって調べたら、秩父キュウリって名産があって、嘘じゃねえかっていう話で、でカッパどこで寝てんのって話で、陸上で寝てるっつってて、寝てる時どうすんのって、皿乾いちゃうじゃんっつったら、ビンビンさんがショートスリーパーなんじゃないって言ったのが、そうだ、そう言った、そう、そうショートスリーパー、カッパショートスリーパー説を唱えたの。この回ですね、6話です。そう、マジ。そうで、そこから多分この回から、あのマイクに向かってイケボが始まったんですよ。で一番最初にイケボで言ったのはお兄ちゃんですね。そう、お兄ちゃんと。そう、でも一回言ってもらっていいですか。お兄ちゃん、うん、お兄ちゃん。ケースと変わったね。そうだね、こすれましたね。バラエティー慣れしてんだよね。やりがるね。で、7話ですね。7話は、あの好き嫌いはバレちゃダメの話の時ですね。僕が、あのパワハラされてた時ですね。トマト苦手なのに、そう、トマト食べさせられてて、好き嫌いは絶対バレちゃダメだっていう話の時ですね。で、8話がやっとクローリーさんのお絵描き会。やば、出た。そう、あのお絵描き会で、そう、なんかそのね、あれ面白いんですけど、見てて、あのペンギンまではビンビンさんが画伯だってバレてなかったんですよ。そう、ビンビンさんの絵もなんかタッチがすごい、あの繊細だねっていう話だったんですけど、ペンギンを見た瞬間に変わっちゃったんですよね。やべえ、えーっつって、このペンギンやばくねーっつって。ペンギン途中まで最高だった。これなんですけど、これこれですね、これ。いや途中まで最高だった、ここも。そう、ここまでは最高で、どうしたのかなって顔を描いたんだよね。そう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 、顔がね、まさかこれがあの最新話のフラグになるのは多分ね、あの今週の金曜日聞いたらこれがフラグになってる。そう、そう、放送、まあ放送日の時にね、見てもらえば分かるんですけど、そう、そういう風にこのペンギンはね、キーパーソンだったんですね。そう、で、9話がどんぶりの話ですね。あの富士山、そう、どんぶりの話で、山梨側なのか静岡側なのかって話。どっちだったか覚えてます？ほんと山梨。本当ですか。そうですね。ちょっとドキドキしました。で、その時の、お悩み相談が、勉強をどうしたらするかみたいな。お金を与えるっていうね。そうだ、いい成績を取ったらお金を与える。そうだ、そうだ、結果報酬。そう、テストでいい点取ったらお金を与える。で、あの、いい点を取りすぎたらジャンプを与える。勉強させるのを邪魔する。で、10話で SS 仮面の話。あー、来た。そう、SS 仮面ですね。そうなんですよ、10話なんですよ。そうなんです、そうなんです。そう、SS 仮面の名言としては、猫じゃらしマシマシと、
どんぐり3つどんぐり3つは何かそう、一杯どんぐり3つですね。あと地球に住んでる人類みんな友達、嫌いなやつでも友達っていうね名言名言ですね。いや狂ってますね。そうで11話があの宝だ、あ来た、そう深夜様の宝だのコーナーですね。そうね雪だるまは溶けるから宝じゃない。リレーであの負けだと宝じゃないけど勝つと宝、勝利は宝だって言ってましたね。そうだそう思い出、そう思い出、そういい思い出だった。そうだそうだそうで12話があの多分ねオープニングが一番強かったんですよ、印象が。で自己紹介の時にスバルです、アカネンです、ビンビンですってやった時にアカネンですって言われると思ってないから、そうもうビンビンですがその瞬間にあのもうビンビン推しが終わっちゃった瞬間なんですよ。そうアカネンですってやられたらもう無理だよねって、そうあそこで初めてアカネンって言ったんだよね。そうできたんだよね、アカネンですって自分で言ってんだ。そう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 、自分で自己紹介の時にアカネンですって言った。そう2番目で落ちちゃった。そうもう2番目でも、だからあの最初に言っといてよって3番目だったんだ。そう、そういう事件が起こったっていうのが12話ですね。そこからもうアカネン定着しましたね。そうで13話があのアカネンがあの深夜様とあのガンダムの話をする回ですね。僕が隣でカレーを食べてる、あれが一番そうカレーを食べてる回が、あれが一番再生数が低いんですよね。おいおい言うんじゃないよ。あ違う、いやでもね、でもあの回を見てほしい。アカネンさんが恥ずかしそうに恥ずかしそうにですよ、セクシービームってやる回なんですよ。セクシービームってやる回なんですよ。それ一番悪い。そう、しかも2回やってるんですよ。ぜひ見てほしい。13話、そう14話があのゆずり屋さん、はい、登場回、何ゆずって、そう名言買い取りますで、ね、何ゆずですねって言ってたところですね。そうそうそう、ゆずり屋さんの回で、そこで初めて UD のラジオデビューが始まったんですね。そうラジオデビューですよ、UD。 そう中学生 DJ、 そうここでこれが歴史の始まりです。14話でそう多分このもし売れて武道館とか行った時に一番最初にメディアで取り上げてもらったのはズッコケジャパンレディオですっていう。そう15話15話すごいですよ。チキングリル、もう本当にねチキングリルっていうのね。そうそう、なんだっけ、ファミリーレストラン、ね、そうファミリーレストランで何頼むかっていう話で、でみんなで頼むのにあのどのタイミングでボタンを押すかみたいな。いやひどいんだよ。そう僕が座った瞬間にボタンを押すって言って絶対嫌だよね。でそれでねビンビンさんは俺は別にって言ってて、もう食べるもん決まってるからって何ですかって言ってチキングリルみたいな。そうあれから1週間ウーバーイーツがずっとチキングリルだったらしいですジュークボックスね、チキングリル、そうすいません、ジュークボックスさんのメニューでチキングリルがあってみんなチキングリル食ってんの。何これと思ったよね。そうもうチキングリルはねすごいですよっていうのがありつつ16話、またお絵描き描きます。このね来てるこの伝説のねモモンガ、モモンガはでもまだいい方ですよね。いい方でしょう。そう、あのその時に初めてあの伝説の雨ざらしが生まれた。そう、あれあの T シャツ着てるとめっちゃ声かけられる。声かけるの。それ何ですか。そう、いける。あれでもいい。そう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 。で17話が階段の話です。ね、あれ怖かったっすよね。なんかビンビンさんがその時ずっと超なんか変な動きしてたんですよ。いや変な動きじゃない、いやどうされんの、はあはあ、どうされんのであのその時の合言葉何になったか知ってます？トントンしたでしょ。あれ最後の最後までなんかねビンビンさんがおかしかった。お客さんかな、うん、あれスバルさん触ってたよ。
分かってる。お約束じゃないかって真剣に教えてくれちゃったんですね。演技力が半端なかったよね。そう、それねえねえ、あの茜さんがね、臨機応答者ってね、お笑いしてくれてね。そう、お笑いしてくれたんですよ、茜さんが。本当にそれでね、助かったんですよね。で、18話があれですね、カレンダーの、僕のカレンダー事件で、そう、グラビアのね、エマちゃんのカレンダーが実家に届いてしまった話ですね。そう。あとは、あのブレイキングダウンのネタを。もう18話ですね。そうか。そう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 。19話が、カップ麺待てなくておにぎり食べちゃうって話と、あと、バレンタインの話になって、トラックを買わなくちゃチョコを乗せられないみたいな話をしてたので、ゆずり屋さんで、買おうかなみたいな話してたの覚えてます？全然覚えてないんだな。うちの親がそれ見て、僕にラジコンのトラックを持ってきてくれたんですよね。そう、で、X にあげた、あれ？そう、あそこから、そう、ガンガンガン、多分このあれがすごい残ってるんだと思うんです。あれだと思うんです。だってさ、あれがさ、そう、だってさ、酔っ払うと、だってさ、あれがさの話の、そう、スルメイカ かまってたって言ってたよ。そう、あ、かわいがってたか、スルメイカ思い出しました、思い出した。で、この回にあの伝説のビンビンチャッチャッチャですね。それか、あれ、伝説のビンビンチャッチャッチャの回ですよ。この間会ってね、そう、はーって握手して、チャッチャッチャーってね、やってましたよね。そう、謎の記念撮影してて、記念撮影して、その1枚目撮った後、茜さんのお母さんが入って、3人で、チャッチャッチャーってやっててね、びっくりしたよ、あれ。そう、なんかね、いきなり会った瞬間に僕握手求められて、そう、握手しようと思ったら、恋人つなぎになるんですよね。え？同じ手出したら恋人つなぎになるじゃないですか。いやいや、だから、要は握手するときに、そう、両方、なんか恋人つなぎで握手すると意味がわかんないと思って、まずそこで意味わかんなかったんですけど、そう、そう、なんて、で、あかねさんのお母さんが、え、どういうことなのって言って、あかねさんのお母さんとも恋人つなぎしたっていう。なんだかよくわからない感じにはなったっていうね、ビンビンチャッチャッチャ事件です。チャッチャッチャ。そう。あの人すげえよ。それで、もう最新話、まあ今出てるやつの最新話のクローリー回ですね。そう、見ました？クローリー回見ました。見ました？あのクローリーさんがすごい追い詰められてるんですよ。追い詰め？そう、あのたい焼きの話から、そうそう、クローリー焼きの話に出たりとか、あの茜さんのお母さんの手袋の話もそうですね。星から来たとか。そう、登場、東武東上線でね。実はそれは設定でって言って、もう諦めて設定でって言った瞬間ですね、あれね。21話はね、もっとクローリーさん、もっとクローリーさん、そう、もっとクローリーさん追い詰められます。いや、そう、それやばい。そう、誕生秘話の話になって、そう、これもうネタバレになっちゃうからあれなんですけど、まさかの、そう、いや、今いる人たちネタバレになっちゃうから、そう、放送される時はもう放送されてるんですけど、ネタバレになっちゃうんですけど、まさかのビンビンさんのペンギンが、そう、つながってくる。そう、これがつながってくるので、そう、多分ね、それを見てもらうと楽しいと思う。こいつやべえな。そう。で、ムジホール3回あるんです。そう、22回目はムジホール3回で、そう、あれはあれですか、あの牛の臓器が4つある話。そう、そう、みんなでね、ブイのダジャレ言ってたから。で、23話があのハンバーグ師匠がね、あ、出た、そう、ハンバーグ師匠がゲストで出てくるからですね。まあそんな感じですかね。いや
ごいね。すごいっすね。一個一個ちゃんとねエピソードがあったんですよ、うん、そうだね。でもちゃっちゃっちゃの回とかやっぱね後になればなるほどねやっぱ上達してます。すごく上達してるそうそういうのもあるので、はい、いやーほんとねこれもね一回あの時間ある時に見直してもらってそうほんといいっすよ。なんかね初々しい。一番最初の映像を見ると初々しい。若いし6ヶ月か若いしね。そういうのもあって、はい、じゃあ曲紹介をやってもいいですか。はい、お願いします。ハイローズで青春。はい、お聴きいただいたのはハイローズで青春でした。こんなことやらないのにね。はい、エンディングのお時間となりました。はい、今回どうでした。今回振り返ったんで、うん、なんかすごい思い出し思い覚えてないこと。まあ反省です。いや全然全然。そう本当ね良かったなと思って。そういやそうですね。お便り募集する意味あるかな。いや、しな、ないないかなってことでね、はい、ラスト1回はい、来週でラスト1回ですが、はい、よろしくお願いしますってことで、はい、また来週。